日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスのほうじ茶キャラメルクリームフラペチーノ、こちらフラペチーノラテ、アップルルイボスティーラテ、ウーロンシトラスラテ、クラシックほうじ茶ティーを飲みたいと思います。ティーラテを飲みたいと思います。はい、スターバックスの新作ドリンクですね。あれ食べ物はないのと思われたかもしれませんが、実は今いつもと違って夜に来てるので、この時間から食べると多分体重が増えるんですよね。なので食べ物はまた日を改めて食べたいと思います。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのほうじ茶キャラメルティーラテから飲みたいと思います。どんな味なのかな、ほうじ茶とキャラメルって想像できないですよ。では、はい、次はほうじ茶クラシックティーラテ。クラシック、昔懐かしいってことなんでしょうけど、どんな感じなのかな。では、はい、続いてウーロンシトラス。なんかスターバックスのウーロン茶って初めてな気がしますね。シトラスってことはさっぱりした柑橘かな。それではラストはアップルルイボス。なんか秋にも似たようなの出てましたけど、それとはまた違うのかな。どんな感じなんだろう。リンゴの香りは確かにします。では、まず最初に飲んだ2種のほうじ茶ラテはどちらもほうじ茶の香ばしさが飲んだ瞬間に広がってきました。でキャラメルの方はそこに苦みが加わって変化があり、クラシックラテの方はあっさりとした味わいで楽しんで飲むことができましたね。なので変化が欲しい方はキャラメル、そのままの味が好きな方はクラシックがおすすめです。で続いてのウーロンシトラスティーは最初にシトラスのちょっと苦みのある爽やかな酸味が来て、後からウーロン茶がそれを追いかけてきますね。ウーロン茶単体でもシトラス単体でもいいんですが、混ぜるともっと良かったかもしれません。まあ自分が混ぜなかったのが問題なんですけどね。そしてこちらのアップルルイモスティーは以前に飲んだものよりもリンゴの香りがしっかり感じられました。なんだかリンゴの甘酸っぱさがまるで飲むアップルパイのような味わいを引き出していましたね。アップルパイにルイボスティー入れるのも面白いのかも。ですが今回自分はこの中だとやはり最初に飲んだほうじ茶クラシックキャラメルラテが一番美味しかったので、そちらを代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。